皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレット青の円盤パート71やっていきましょう。今回は前回サザレさんに見せてもらった写真に写っていた伝説のポケモンウガツホムラゲットしていければと思います。やっぱり見た目的にはエンテイの古代パラドックスっぽいですよね。果たして MK さんは捕まえることができるのか、早速話しかけていければと思いますが、その前に一つ、 MK のゲーム実況チャンネル、なんとつい先日チャンネル登録者数50万人を突破しました。ここまで来られたのもいつも応援してくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。ここまで来たらね、51万人52万人とまだまだ目指していければと思いますので、まだチャンネル登録をしていないというそこのあなた、まだチャンネル登録していませんね。ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。登録したらコメント欄にチャンネル登録したよと書いていってください。そうすれば私個別に返信していきますので。そういえば MK さんのチャンネルたまに見るんだけど、実はチャンネル登録はしてないんだよねというそこのあなた、なんならほぼ毎日見てるけど実はチャンネル登録はしてないんですというそこのあなたも、ぜひこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、うがつほむらさん、チャンネル登録してくれましたか？かっこよなんか見れば見るほどデザインがかっこいいんですけども、まあその話は戦いつついきましょうか。じゃあドドケさん先頭にしてうがつほむら戦いきますよ。うわ、かっこいいな、エンガルアーと言っておりますが、あ、BGM は普通にパラドックスポケモン戦なんですね。はい、じゃあドドゲザンを出しまして、これさ、特殊戦闘ではないか。普通に電磁波とかから入っていいでしょう。そう、テラパゴスとかね、ああいうタイプの特殊戦闘かと一瞬思いましたが、火炎の守りって何？初めて聞いた技なんですけど、野生のウガツホムラは守りの体勢に入った。電磁波効いてるね。直接攻撃とかが、なんか跳ね返せるみたいな、ニードルガードとかの亜種なんでしょうか、いまいち分かっておりませんでしたが、はい、さらに峰打ち打っていく。こっちの方が素早さは早いか。ダイモンジャオ、やばいな、ちょっと待てよ。鋼タイプ消しといた方が良さそうですね。はい、テラスタルからの峰打ち打っていきましょう。うねる水面が水ドラゴンなんですよ。それを考えたら多分うがつほむら炎ドラゴンだと思うので、まあ炎技、ドラゴン技とさっきの火炎の守り、あれが専用技なのかちょっと分かりませんけども、まあ技的にはそんな感じかな。大文字使ってきたところを見ると特殊か、そう、エンテイが結構物理寄りなので、こいつも物理かと思いきや特殊っぽいですね。フレアドライブとかは覚えてないと予想して、はい、峰打ちで1まで減らしてしまいましょう。そう、このね、エンテイ、ライコウ、スイ君、そう、うねる水面、うがつほむら、たけるライコとね、あの青の円盤で出てきましたが、まあ、うねる水面はちょっと前から出てたけどさ、このエンテイ・ライコウ・スイ君っていうのはもともと鳳凰がね、命を与えたという設定のポケモンなので、正直古代がいるのはおかしいんですよね。そうそうそう、ただここあえてやってると思うんですよ、ゲーフリー。あの鳳凰とエンテイ・ライコウ・スイ君っていうか、あの伝承としてね残ってるポケモンの古代がいるって ありえないじゃないですか。だって、おっと、捕まるのか、ここで。嘘でしょ、え、もうちょっと喋らしてや。もうちょっと MK さんのこの考察を喋らしてやな。うわー、なんか最近伝説捕まりまくるんだよな。と、これは図鑑に載るんだ。はい、ということで、ナンバー236、うがつほむら、パラドックスポケモン、炎ドラゴンタイプ、やっぱそうだよね。目撃報告はごくわずか、火柱を吹き暴れる姿の短い映像が存在する。へー。まあなんか、そこも含めて、あれだよね。あの、オカルト本っぽいよね。そう、オカルト本に書いてありそうな、ね、そういうなんか、本当かこれみたいな映像が存在するんでしょうね。ということで、図鑑久しぶりに埋まりました。そしたら、特別講師でも行きましょうか。嘘でしょ？こんな、ちょ、待って、喋り足りないわ。そう、エンテライコスイ君は、人間がね、なんか人間の塔のところで火事が起きちゃって、そこで囚われた名もなき3匹のポケモンに鳳凰がね、命を与えて、で、豪華を沈めたね、大雨に、大雨を模して、水タイプの水君、そしてその炎を表した炎帝で、その炎を起こした雷を、模して雷光の3匹を鳳凰が作ったっていう伝説があるので、まあこいつらはエンテライコスイ君の古代に見せかけた
何かなのか伝承が間違ってるかなんでしょうね。じゃあその辺も含めて古代に詳しいレホール先生を呼びましょうか。いやちょっと正直10分ぐらい何モンスターボール投げたり投げなかったりしたかったよ私は。ねえ新ポケだからさ、この校舎新しい匂いが充満している。 MK 貴様か私を呼んだのは。あんまり新しい匂いは好きじゃないのか。確かに古代の本とか好きそうってか好きなんだもんね。ということでじゃあレホール先生戦いましょうか。久しぶりだな。ラウドボーンを先頭にして一応ドドゲザン満タンの薬で回復させておく。どこ行ったレホール先生。あれ、あーいたいた。ちょっと背景と同化してるんだって。新しい建造物に私を招待するとはいい身分だな。まったく触手が動かなかったが貴様の顔を立てて来てやった。すいませんね。クックック言うなればこれは一つ貸しだ。貸し？レホール先生のためにね4歳捕まえたじゃん。お返しにいずれ貴様には言うことを聞いてもらおうか。いいですよ。でもなんか面白いことに巻き込まれそうなんで。やりましょうやりましょう。おや意外と従順だな。クックック好都合だよ。さてどのような操り人形になってもらうか今から楽しみなことだよ。よしじゃあバトルもお願いします。ずっと室内にいると新しい匂いがかなわんな。気晴らしに外で勝負でもするか。そうですねやりましょう。レホール先生って何使ってくるんだったっけ。クックックお優しいこと。それでは戦地へ赴くか。戦ったことある？あれ学校最強大会で1回戦っ…いや戦ったことないのでは。ちょっとわかんないけど、はい、フリーザーかガラルフリーザー、フリーザーかな。そうフリーザーのねなんかブローチとルナーラのなんかかあのベルトつけてんだよな。教師のレホールが勝負を仕掛けてきた。ゲンガー、あー戦ったことあるかもな。学校最強大会であったような気もしなくもない。81レベルなんですかその1レベは。そしてゴーストタイプ消しておかないとこれ相手のシャドーボールとかが抜群になっちゃうので、はいこっちはテラスタル。おこれゲンガーさすがに素早さ負けてる気がするな。81レベルでしょ。ラウドボーン、いや負けてるんじゃないか。はいどっちが先だ。おおこっちが先だ。ワンチャン倒せるぞフレアソング。こいつ特防若干あるけど多分オッケーいけました。特にタスキとか持ってないもんね。そうゲンガーといえば、うわ違うゾロワークだった。イリュージョンだ。え戦ったことあるこれ私。イリュージョンだ。なんだよそれ。ブーピック面白い。レホール先生面白いことすんじゃん。そうゾロアークっていうね未だに専用特性だよね。イリュージョンっていう、まあ、ゾロはゾロアークの特性がありまして、手持ちのねあの次のポケモンに化けるっていう、ね、出方ができるんですよ。ブラホワの時はわーっと耐えられた。え今の素で耐えた素で耐えた。そうそうそうブラホワの時はね結構戦術としては使われていたイメージがありますけど、そうゾロアがね 6U で手に入ったんだよ当時。N ポケっていう概念があってね、N からもらえるポケモンが全部 6U 種族値30のがもらえて、かなり高種族値のゾロアークを作ることができたので、それでゾロアークが使われていたイメージがありますね。ということでカラマネロ、そう当時はね 6U ポケモンなんてもあとテッシードよ。テッシードの 6U ももらえたからさ、マジでナットレイがはびこってて大変だったんだから当時。はいじゃあこちらフレアソング打ってガンガン倒していきましょう。ちょっと変わったポケモンばっか使ってくるね。ゾロはゾロワーク、あてかゾロワーク、ブーピック、カラマネロ。まあブーピックもまああれだからね、エスパータイプでこう催眠とかああいう系のポケモンでございます。ハブネーク、いやなんかおしゃれだね。ちょっと紫っぽいおしゃれなポケモン使ってくんのか。いいじゃんいいじゃん。レホール先生のそのセンス好きですよ私。まあ好きですけどフレアソングで倒してしまいましょう。ちょっとごめんなさいね。本当は今日うがつホムラだけで10分15分ぐらい経っちゃうかなと思って撮り始めたんですが、3分で捕まっちゃったんで3分もかかんなかったわな最初。あハッサム、これはちょっと4倍弱点ですけどよろしいでしょうか。はいハッサムかっこいい。メガハッサムかっこいいんだよねみんな。今の子メガハッサム見たことない？もしかしてメガハッサムっていうさ、足がとんがっててさ、手が何ハサミみたいな、なんかおもちゃみたいな文房具みたいな見た目になるのね。コンパスみたいな、あれが超かっこいい。メガスピアーとメガハッサムは虫タイプのメガ進化で超かっこいいと個人的には思っておりますが、皆さんどうでしょうか。メガスピアーもかっこいいよね。歴史とは裏切りの連続、順調な時こそおごるなよ。お
なんかちょっと深いこと言ったなんかちょっと深いこと言いましたか今。そしたらまあシャドーボールでいっちゃいましょうか。最後、最新技術は性に合わんが起動せよテクノロジー。あ、そっか、テラスタル。いやでもテラスタルは古代の技術とも呼べるんじゃないですか、逆にね、昔からあったあの鉱石とかを使ってやってるわけですから。オートゴーストだよね、さすがにね。びっくりした今、ノーマルとかになったら MK さんのシャドーボールが無効化されるところでした。ということでどっちが早い、おお、さすがに相手の方が早いよね。ということでヘドロ爆弾食らいましたが全然大丈夫ヘドロ爆弾派なんだ。 MK さんはヘドロウェーブ派なんで、ゲンガーはそう、5高いんですよ。90-95なんで、ヘドロウェーブの方が5高いから。まあでも毒の確率がヘドロ爆弾なんだよな。そうそうそう、この辺は選択でございますが、オッケー。未だにヘドロウェーブってゲンガー通常てか技、基本技とかじゃない、どうなんでしたっけ。クックック、歴史的敗北だな。歴史的敗北でもないよ、普通の敗北ですけども、オッケー。レホール先生結構好きなんだよな私、特徴あってレホール先生良くない、いいよね。なかなかどうして手強い、歩んだ道は王道だったようだな。この強さ利用できればいずれあんな遺跡こんな墓調査し放題なのでは。強さいるかな調査に。よし、戯れに選別をくれてやろう。何くれる。お、彗星のかけら、ありがとう。まあ確かにレホール先生っぽいね。非常に価値が高いものだ。毎晩レホール先生に感謝しながら眺めるといいこのなんかちょっと自分におごってるところも好きでございますけど、このボサボサの髪も可愛いよね。めっちゃスタイルいいな、レホール先生。こうやって見るとめちゃくちゃスタイル良くない。ということでよし、じゃあちょっともう一人ぐらい戦っていきましょうか。まだ呼んでないのは、じゃあ久しぶりに行きますか、サワロサワロ先生、家庭科の先生でしたよね。あれ、サワロって戦ったことあるかな、ちょっとここも曖昧ですけども。うわすごい、アカデミーより参った、ちょっと迫力が我が輩はサワロ、以後よろしく頼む。そう、このなんかがっつりした見た目で家庭科の先生というのがギャップあって結構人気あるらしいですよそう、人気あるって言ってたよね、パルデアの生徒の中では。ということで、あ、話してる、珍しい、あんまり怒んないんだけどな、会話イベント。レホール先生、今日は一段と眠そうですな。クク、気取られるとは、私もまだまだだな。いや何、昨晩遅くまで調べ物をしていたのだ。アカデミーのエントランスで20冊ほど歴史書を読んでいたら気づけば朝になっていた。でもまだ20冊も、あ、てかマーシャドウの髪飾りつけてんじゃん。え、なんでマーシャドウなの。え、マーシャドウの髪飾りつけてるよ、レホール先生。今知った。え、これ前私触れたことあったっけ。あ、腕はそれ何、え、腕なんだそれ。あ、カプコケコじゃない、カプコケコだね。あ、なんか各地の伝説みたいな、カプコケコだね、腕輪は。カップのあの合わさったやつだもんね。いいんだよそれは。朝になっていたと。ほう、熱心ですな。そうして培った知識で生徒を導いておられるのですな。何を言っている、完全に趣味だが点点点なぜ黙る。まあ完全に趣味だろうな、この人のことだから。やはり MK さん君であったか。留学先で好成績を収め、人材の周知を任されている、招致を任されているすごい生徒がいると聞いていたのだよ。どれほどの怪物かと考えていたが、正体が君であれば納得だ。ありがとうございますまあ一応こっちでもチャンピオンなもんで。ふ、その素直さが成功の秘訣かね。教え子が大成してくれるのは我が輩としても非常に喜ばしいことだ。MK さんに負けぬよう我が輩も学園で尽力しよう。よし、じゃあ戦わせてくださいな。チャンピオンから勝負の申し出かね。はい、サワロ先生がどういうポケモン使うか気になるんで、ぜひともお相手しよう。我が輩腕を振るわせてもらうぞ。戦ったことない気がするけどな。いや、この辺の先生たちって正直学校最強大会でしか戦えないからあんま記憶ないんだな。あ、戦ったことない気がする。ちっちゃモンスターボール、手でか。教師のサワロが勝負を仕掛けて、パチリス、戦ったことないと思う。パチリスなんて可愛いポケモン使ってくるんだ。まあまあまあ確かに可愛いもの好きそうだけどね。はい、じゃあここはフレアソング、しかもメス、メスパチリス可愛いね。まあね、ピカ族はほっぺスリスリを覚えるというね伝統があったんですけど、
剣盾あたりからその辺はなんかどうでもよくなってきたみたいで、あのストリンダーとかが覚えてきましたねあんまりそのピカ族がピカ族の限定技だったんですよ、もともとこのあのほっぺスリスリってね、ほっぺスリスリは攻撃しながら麻痺にさせれるっていう唯一の技で、まあのタスキとかも削りつつ麻痺にできたんですよ。しかもピカ族って基本的に素早さ高いからさ、上からそれが打てたっていうのがあったんですけど、なんかサンムーンまでだったなピカ族限定技感があったのは。はい、ということでヌメルゴン、翡翠か、そんなことねえか、普通のヌメルゴンか、ほいよ普通のヌメルゴンだ。普通のヌメルゴンはサトシを思い出すね。そう、 XY の時にねサトシがヌメルゴン使ってたんですけど、めちゃくちゃ強いのよサトシのヌメルゴンってまあまあまあ XY のねアニメ見てた方はわかると思いますけども、かっこいいんだなサトシのヌメルゴンがな。そう、途中でねちょっとだけあのパーティーから外れる期間があるんですけども、おっと外れた、え粉なんだえなんで外れた、今シャドーボール確定だよ、えなんで外れた、あ濁流で命中下がったのか、オッケーオッケーオッケー。はい、でヌメルゴンがね、当時これまた進化条件がかなりめんどくさくてですね、ヌメイルの時になんか雨降ってるとこでレベルアップみたいな、今でもそうだよね、雨が降ってる状態でレベルアップしないといけなかったんですよ。でそれに MK さん XY の頃気づかなくてさ、なんでこれどうやったら進化すんのってずっとやっていた記憶がございます。ということでシャドーボール、まあまあ締め、いやでもぬめぬめ、いやちょっとぬめりとね、なんか雨はイコールじゃないだろうって今でも思っちゃいますけど私は。はい、 B クイーン、あというかちょっとあれだな、ちゃんと上げなきゃな、シャドーボールばっかり、まあまあまあ今一つだったからしょうがないっちゃしょうがないですけど打っておりました。 B クイーンは抜群ですのでフレアソングで倒していきましょう。 B クイーンはね、まあ四天王リョウのイメージが若干ありますけど、個人的には攻撃指令、回復指令、防御指令、このあたりは未だに専用技だよね B クイーンのね。北上から出てきたんだっけか、このスカーレットバイオレットでは北上の里にいたよな、あれもともといたのかな、ちょっとわかんないけど、魔法イップ、やっぱ可愛いポケモンってか、メス統一か、あんまりちゃんと見てなかったけど全部メスじゃない、違うかな、あしかも一番標準的なやつ可愛い。はい、じゃあフレアソング打っていきましょう。外すね、ヌメルゴンの濁流でヌメルゴンの濁流でちょっと命中が下がっちゃってるもんで、はい、いけ、もう一回 OK フレアソング、まあ2回外したからね、次はさすがに一発でよろしくお願いしますよ。フェアリー使いなのか、まあヌメルゴンとかはいたものの、フェアリー使いでもないのか、パチリスかあんま関係ねえな。最後のテラスはフェアリーっぽいけど、ブリムオン、あじゃあフェアリーだな多分な、この筋肉にかけて粘る、触ろうよ踏ん張りどころだぞ。おこの辺のテキストも初めてでございます。ブリムオンはね、私も剣盾の実況でパーティーで使っておりましたが、シャドーボールの方が効果抜群だからいいですね。あアイラシスタでも負けません、ブリムオン照らしたらなさい。ちょっと待って、フェアリーだわこれ多分、あーだったらフレアソングの方がいいか、まあまあまあどっちもどっちか、そしたらどっち、エスパーだったらシャドーボールが正解、フェアリーだフェアリーだもん、まあまあまあしょうがないですね。ていうかフレアソングって威力80か、だったらシャドボの方がいいな、これ最高火力を出すという意味では。はい、当たっていきますけども、 OK、 そうブリムオンってめっちゃ耐久ないのよサーナイトとかに似てるからさ、特防だけでもあるんかと思いきやね、全然ないの、ほんと特攻特化でMK さんも剣盾の時途中でパーティーから外してたよね、あまりにも耐久がないブリムオンは、申し分ない発育だということで、おウィンクしてる、いやサワロ先生はさすがに初めて戦った気がするな、あんまり使ってきたポケモンの記憶なかったぞ私。オッケー、勝利することができました。我が輩も十分鍛えたつもりだったが、さすがチャンピオン、成長の幅が桁違いだな、一勝負して疲れただろう、こちらを渡しておく、なんだ、お秘伝スパスパイス、オッケー、秘伝スパイスくれる人いるよね、酸っぱいものを食べると疲労が回復するのだよ、へえ。じゃあ私も酸っぱいもの食べようかな、ということで、じゃあちょっとタケルライコに行く気だったんですけども、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回ちょっとエリアゼロにもう一度行ってタケルライコをゲットして、なんとか古代ポケモン揃えたいと思います。そしてその後もうバイオレットつながないと図鑑揃えらんないよね、だからバイオレットをつないで
ちょっとまたいろいろやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。てかバイオレットの方でしか捕まんないパラドックスがいるか、まあそれも動画にしたいと思いますのでお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。